ありがうぞこっち、いずこです。それでは今回なんですけども、Amazon プライム感謝祭が熱い件ということで、今回は Amazon ですね。この動画では今週の10月14日と15日で開催される Amazon プライム感謝祭についてまとめました。いろんな商品が安くなることはもちろんですが、それ以外にもお得なキャンペーンなどがありましたので、普段から a m Amazon を利用されている方や、これから Amazon の利用を検討されている方もいらっしゃれば、ぜひ最後までご覧ください。それでは、行ってみましょう。ということで、少し前の動画でも一部紹介はして、 してるんですけども、今回の Amazon プライム感謝祭、10月の14日土曜日の0時から10月15日の日曜日までということで、もう日付が変わったタイミングでね始まるので、ちょっと Amazon でこれ買おうかなっていう風に迷ってた方はこのタイミングは結構いいのかなっていう風に思います。で、今回はこの Amazon プライム感謝祭以前お伝えした動画の内容をちょっと被ってしまうんですが、全部で12個にまとめたので、ぜひ参考にしてください。早速その一つ目がこちら、Amazon プライム感謝祭最大12%還 ということでそれがこちらでございます amazon のプライム感謝祭最大12%還元のポイントアップキャンペーンということで普段からね amazon のサービスを利用されている方はよくタイムセールとかのキャンペーンとかでも見かけることがあると思うんですが、まあ、今回はプライム感謝祭でもポイントアップキャンペーンの開催がされますよということですねでこのキャンペーンに参加するためにはまずエントリーをしてもらって合計税込み1万以上のお買い物を先ほどお伝えした期間中に行っていただくとそして以下4つの条件を満たすことで最大12% ポイント還元がされますよということでプライム会員ならプラス2% Amazon のショッピングアプリでお買い物するとプラス0.5%が加算されて Amazon マ,マスターカードでお買い物するとプラス1%通常の還元率含めて最大3%で今回は大型家電とか冷蔵庫洗濯機エアコンなど購入することでプラス0 6.5%ということで条件を満たしたら最大12%還元を狙うことができますよということですねまあ、特に大型家電とか洗濯機エアコンを購入されない方でも今回 Amazon でお買い物 される方はもううう絶対ににエントリーしましままょうちょちっっぴりりお得になりますよっていう感じで、すねでここに出てる一目でわかるポイント早見表っていうのがあるんですが、まあ、こんな風にですね、商品合計税込1万円以上購入することで、ご自身がどれぐらいの還元率なのかっていうのを一目でわかるように、こういった風に表でできておりますので、ご自身がプライム会員なのかとか、今回大型家電購入するのかとか、そういった方はですね、ぜひ見ていただければと思います。なので、Amazon プライム感謝祭で全体的にいろんな商品が安くなると思うんですけども、さらにそこ ここからポイント還元が上乗されるんで、めちゃめちちゃゃゃねおお得にお買いいい物でできるんじゃないかなかと思いますで次、二つ目は、セール商品一部紹介ということで、それがこちらですね、プライム感謝祭ありがとうをセールに込めてということで、プライム感謝祭の期間中に、プライム会員のお客様が、セール価格、プライム感謝祭期間中のみ表示で購入いただけますと。なので、今回は当 Amazon プライム会員ということで、かなりね、狭まってくるとこではあるんですけども、まあ、m a z o n 利用されてる方、ほとんどの方は結構プライムになってる方多いんじゃないかなと思うんですよね。で 一応商品ということで、今回はね、まあ、家電とかが結構ピックアップされてますね。こちらね、東芝のドラム式洗濯機が出てるんですけども、これはタッチパネルではないですが、僕はこの洗濯機のタッチパネルバージョンを普段ね、自宅で使っております。めちゃくちゃいいです。他にもう画面を下がると、こういったあり得る洗剤であったりとか、スーツケースであったり、今、プロテイン餃子とかあるんですね。こういった商品があったり、あと Amazon デバイスも安くなったりですとか、あと Apple 製品も一部安くなったりとか、そして食料、お酒、日用品、ペット、 用品、ホーム、キッチン用品、スポーツ、アウトドア、洋服、シューツ、バッグなどということでかなり幅広くですね、まあ、セール対象商品がありますよということですのでこれはもう10月14日もしくは15日にですねこのページを見ていただければどういった商品が安くなっているのか確認していただければと思います次3つ目こちら Amazon ギフトカードチャージ0.5%ということで今回 Amazon プライム感謝祭に実際に取り組む際はですね絶対これ取り組んだ方がいいかなと思うキャンペーンなんですけども、まあ、簡単に言うとこの名の通りギフトカードにチャージ アマゾンポイントが0.5%還元されるんですよこれが現金でもいいんですがクレジットカードとかでもチャージしても0.5%還元されてでチャージしたアマゾンギフトカードの残高については普通にアマゾンで使うことができるんで、まあ、クレジットカードで直接決済しても全然いいんですけども普通にこういったギフトカードにチャージすればちょっぴりお得になっちゃいますよということなんですよねでキャンペーンポイント付与については還元ポイントは0.5%還元なので200円で1ポイントずつついてくるというイメージですねで今回のキャンペーンの上限が最大2万ポイント。 ポイントまでということですんで、これ以前の動画でもお伝えしたんですが、上限の2万割ることの0.005なんでまあ400万円分ですね。amazon ギフトカードにチャージをしたら、上限の2万円2万ポイント分にね。到達するということですので、まあゴリゴリ Amazon ギフトカードにチャージしたい方は結構ナイスなタイミングなのかなと思います。で、このキャンペーンで付与される Amazon ポイントについては、11月の中旬頃に付与される予定ということではあるんですが。 ちなみにですね、この Amazon ギフトカードは Amazon で使えるのはもちろんなんですけども、こちらの a m z o n p ペ y で使えるっていうのは覚えてますかね a m z o n p ペ y のご利用は Amazon ギフトカードでの支払いがずっと1%還元もしくは0.5%還元というキャンペーンが開催中でございまして、まあプライム会員と通常会員で還元率が分かれますよと。で、z o n p ペ y が使える場所っていうのは、まあ、今のところ結構限られてるんですよ。アリダスとかデマエカンとかこういったふるさとチョイス、ふるさと納税でも使うことができるんで、まあとりあえず、クレジットカード修行とかをされてる 方は意外とこういった風にたまった残高の使い道は Amazon Pay でも使えるのかなと思いますしかも Amazon Pay が現在キャンペーン中で Amazon Pay、Amazon ギフトカード、大還元祭最大1万円ということでそれがこちらなんですけども10月12から11月9日まで開催中なんですけどもキャンペーンに参加するためにはエントリーが必要ですで、そこから抽選が行われるみたいでまだね、僕参加してないのでゼラ回なんですがキャンペーンにエントリーをしてキャンペーン参加事業者のサイトでお買い物をするとそこからキャンペーン期間終了後購入回数� 抽選を行うとで後日アマゾンアカウントに抽選結果に合わせたアマゾンギフトカードが付与されるということでまあ、こういった風な内訳になっておりますよということですねで今回の2万以上の EC サイトのキャンペーンの対象ということですんでまあ、かなりのお店が対象とはなってるんですけどもこの中のお店が普段からご自身が使っている EC サイトなのかもし該当するものがあれば期間中もしかするとアマゾンペイでの決済がお得になるかもしれないということですねあとこちら覚えてますかね国勢の納付でもねアマゾンペイが使えるんですよしかも もう Amazon ギフトカードも使えるのでなので授業されてる方で国税の納付をされる方 AmazonPay のね決済ができちゃうんでしかも手数料無料で使えちゃうんでめちゃめちゃ便利なんですよねなので国税で AmazonPay を特に利用される方はまあこういったキャンペーンに乗っかってギフトカードにチャージするまあこれはクレジットカードを修行しながらギフトカードにチャージをして そこから納付するっていう、こういった感じでも全然いいのかなっていうふうにも思います。この丸3番に関連して丸4番こちら、プライム感謝祭おすすめの支払い方法ということなんですけども、こちらアマゾンの公式ページで今現在出てるお支払い方法から探すということなんですが、こちらアマゾンマスターカードを使ってであれば先ほど紹介したように最大プラス3%還元を狙うことができて、ギフトカードを使うことで0.5%還元。あとは後払いのペイ y ーを使うことで10%還元もあるんですが、こちらペイリーでですね、期間10 14日と15日だけ3%のポイント還元というキャンペーンが開催されます。 で、プライム感謝祭 PayPay での支払いで3%ポイント還元、上限300ポイントということなんですけども、こちらキャンペーンに関してに PayPay アプリでクーポンを支度した上で Amazon で PayPay を利用して決済を行うと3%の分で PayPay ポイントが戻ってきます。で、今回上限が300ポイントということではありますので、300割ることの0.03は、なので1万円分ですね、使えば今回の300ポイントに到達するということでございます。 これちょっとパソコン画面なので、このリンクをちょっとタップできないんですけども、スマートフォンでコピーペーストして PayPay アプリに移動すると、まあ、勝手にですね、クーポン獲得することができまして、そこからね、 ペイペイで決済すればちょっぴりお得になっちゃうということですんで、普段からペイペイ使っている方はこの方法ぜひね、試していただければと思います。次、5つ目はアマゾンプライム感謝祭コスメということで、このキャンペーン期間中にアマゾンビューティーストアコスメっていう感じで、まあ、美容に関するですね、商品とかも一部セーフリーで安くなってるっていうことがですね、発表されておりますので、まあ、ちょっとまとめてこの期間に買いたかったなとか、ちょっとこれそういえば、無くなってたなっていうものがあればですね、今回のタイミングで購入するってのも全然ありなのかなと思います。では、どんどんいきます。6番目、アマゾンプライ プラライベートブランドとということでまあ、るとということなんですけども、まあ、その中にも食品とか飲料、日用品、ペット用品、他にもパソコン、周辺機器、ホーム、キッチン、アパレルバックシューズということで、まあ、いろんなね、プライベートブランドが展開されてるわけなんですが、まあ、それらの商品も今回のプライム感謝祭で、まあ、いろんな商品が安くなると、ちょっとね、まだちょっとセール始まる前の状態なので、安くなってるかどうかっていうのはちょっとまだわかんないんですけども、まあ、普通にね、アマゾンのプライベートブランドの商品って意外と安かったりするんですよ。まあ、てか、プライベートブランド自体が全体的に 安いっっててののもももあるんんでででですすすけどもなのでこちらもですね一応概要欄にリンク貼っておきま,すんでま特に商品にこだわりがない方はですね、プライベートブランドでもいいやって方はですね、ここから購入しても全然ありかなと思います。てか結構思ったんですけども、アマゾンのプライベートブランドって、いろんな商品あるんですね。次7つ目は、冷凍食品1000ポイントということなんですけども、こちら確か以前もですね、冷凍食品のお得なキャンペーンがあったんですが、今回も開催されるみたいで、対象の冷凍食品を購入で1000ポイントがもらえます。条件としたら、対象の冷凍食品を税込み 4000以上配送手数料を除いて、そうすると1000ポイントが還元されますよと。こちらのキャンペーンも14日から15日のセール期間中ですね。 で、この画面を下がっていくと、クーポン獲得してですね、購入できるみたいで、例えば、餃子とか、あと、パスタソースとかも買えるみたいですね。で、こちらのキャンペーンの対象商品も結構幅広くて、まあ、冷凍のお惣菜とか、ピザとか、スナック、お菓子とか、スイーツもいけるみたいですし、冷凍のお野菜。まあ、結構こういった感じで対象商品も多くなっておりまして、まあ、ここ最近全然関係ないですけど、僕ダイエットしてるんで、ブロッコリーよく食べるんですけども、一房購入すると、400円ぐらいするんですよ、今。なので、今回試しにちょっとブロッコリーをですね、購入してみようかなと思うんですよね。あと、このほうれん草もあり ですよね、まあ、美味しいかどうか分かんないですけども、毎回買うごとに自炊をしてるんですけども、結構出費がかさばってたりするんで、まあ、今回のタイミングで、まあ、試しにね。 まあちょいちょいレートブロッコリーは買うんですけども、この Amazon のセールを使って購入しようかなというふうに思っているところではあります。まだまだあります。本のポイント最大30%を還元ということで、それがこちらですね、プライム感謝祭、プライム会員なら最大30%還元本のポイントキャンペーンということで、こちらも15日まで開催中でございまして、本キャンペーンはプライム会員限定となります。なので、普段からですね、読書をされている方、ジャンル問わずいろんな本がですね、まあ対象ということで、ビジネス、経済、コンピュータ、IT、趣味とか、まあそういった感じで,で ですね。幅広くいろんな商品がですねセールでおそらく安くなるさらにポイント還元もされるということですので本によってこういった風に12%とか12%まあ、こういった感じで意外とですねいろんな商品がお得に購入できるタイミングでもありますのでちょっとまとめてね購入しようかなという風に思ってる方はかなりね安く購入できるタイミングということですね次9つ目 Kindle 購入金額に応じて翌月購入5%還元ということでこちらは秋の Kindle 本のポイントアップ祭りということなんですが10月の購入金額に応じて 翌月の購入が最大5%還元されるっていうキャンペーンで、これはもう普段から Kindle でお買い物されてる方向けのキャンペーンにちょっと近いですよね。こちらのキャンペーンは10月31日まで開催中で、参加する際にはエントリーが必要となります。そして、キャンペーン対象商品及びポイント還元率適用対象商品については、Amazon で販売する Kindle 本、予約本とかそういったものに対してはですね、対象外となっておりまして、こういった風に購入金額によって、翌月の Kindle の購入する際にポイント還元率が変わりますよ。 とということですねなのでこれ、Kindle ガチユーザーからすると結構ありよりのありのキャンペーンちょっと近いかなと思います。で、Kindle に関連して10番目、Kindle Unlimited 3ヶ月99円ということなんですけども、こちら10月15日までではあるんですけども、Kindle Unlimited っていう、まあ、読み放題のサービスがあるんですが、プライム会員なら最初の3ヶ月が99円で読み放題っていうキャンペーンが開催されております。 このサービス自体は好きなだけ読み放題とかお好きな端末で読むこともできまして、元々は月額980円のサービスとなっております。なので3ヶ月間使ってちょっとね、やめようかなっていうふうに思ってる方は、まあ簡単にですね、こういった風に Kindle Unlimited の会員登録をキャンセル、いわゆる解約的なことをですね、すぐに行うこともできますんで、試しにちょっと使ってみようかなっていう方はぜひね、加入を検討してみてもいいのかなと思います。一応この会員登録のキャンセルのリンクも概要欄に一緒に貼っておきます。次は以前紹介したことがあるんですが、Amazon Music 4ヶ月無 無料ということなんですけども、それがこちらですね。Amazon Music Unlimited もともと1ヶ月ですね、ま無料で聞き放題っていうサービスなんですが、キャンペーン期間中15日までであれば、なんと最初の4ヶ月無料で、ね、音楽が聴き放題でございます。で、もともとは月額980円で自動更新されるサービスなんですが、まあ、4ヶ月間無料になりまして、で4ヶ月が終わったらキャンセルプランの変更も可能ということで、先ほどの Kindle Unlimited みたいに簡単にいわゆる解約的なこともできたりもするので、なのでスマートフォンでちょっと音楽聞きたいなとかサブスクリービス。 のアパリいろいろちょっと使ってみたいなという方はこのタイミングで amazon music を使ってみるとも全然ありだと思いますこちらも同様にですね大会方法については概要欄に一緒に載せておきますでは、まあ、ここまでお伝えしてですねまぁ、あ、今回のタイミングで amazon プライムに登録してみたいなっていう方がいらっしゃればまあ、個人的には全然ありだなというふうに思っておりまして amazon プライムに加入したら30日間無料で体験することもできますで amazon プライムに加入することのメリットっていうこんなふうに分かれておりましてお急ぎ便ということで最大翌日に無料でお届けということなんです ですけどもこれ場所によってはですね朝一で頼んだらその日の夕方に届いたりすることも結構あったりするんですよまあ、住んでる地域によるんですが僕はたまにそういったこともあったりするんで本当にすごいなって感心しちゃいますまああとは amazon プライムビデオというサービスがあったりとかまあプライムリーディングというサービスがあったりとかそういった感じに amazon プライムに加入することでいろんなサービスがありますんでまあ今回のタイミングで使ってみるっていうのも全然ありですよねで30日間が終了して amazon プライムの会費なんですけども年間のプランであれば税込み5900円月額 プランであれば税込600円という感じでまあ、使ってる方からするとおそらくですねこれの元は意外とすぐ取れちゃうのかなという風に思っちゃいますあとはプライムスチューテントっていうのがあるんですけども学生向けのプログラムでもしそれに加入される場合まあ、これから Amazon プライム無料体験期間が終わって更新される場合は1年間のプランであれば税込2950円月額プランであれば税込300円という感じでそれもね結構お得に使えちゃいますなので今回のタイミングで Amazon プライムに登録されるっていうのも全然ありかなと思いますまあ、そんなこんなで今回は Amazon プライム監視 祭のお得情報をまとめについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたまあ、今回ちょっと量が多かったのでサクサクサクっとしかお伝えできなかったんですけどももちろん今回のプライム感謝祭で無理に購入する必要はないんですけども日常で使ってる商品とかがちょっと安くなってたりとかちょっと気持ち買いだめしたいなとかそういったご自身のタイミング的に良かったらですね購入するっていうのがベストだと思いますまあ、僕自身は今回はですね今ダイエットと筋トレも行ってるのでまあ、プロテインとか先ほどの冷凍ブロッコリーであったりとかあとは日用品を一部購入 ででしょううかなというふうに思ってるところではありますで今回動画内で紹介させていただいた各リンクについては概要欄に順番に貼っておきますんでこれは気になるなっていうものがあればぜひねチェックしてエントリーしてキャンペーンにも参加していただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました